強豪との一発勝負で雌雄を決するこの大会、試合に勝利し栄冠を手に入れることはできるか。オーシャンズカップ、広村優のニューエイト対1112スターズ。あいにくの天気の中、サンスプリングスタジアム、実況を金田彦がお送りします。雨が降りしきる中、注目の一戦が始まります。さあ、前半のキックオフ。左から右に攻めるのは黒のユニフォーム、グランデン。広村優のニューエイト。監督はサッカー界の奇跡、広村ランス監督。フォーメーションは4-4-2。フィリップ・ラー。最近特別な練習を受けていると聞いています。右から左に攻めます。緑のユニフォーム。11-12スターズ。フォーメーションは4-5-1。ベルテネ。パス。ラーム。そしてロナウド。ロックシュート。カシージャス。抑えます。ヒロビランス監督。攻撃の流れを変えることができるか。ハーグリーブス。奪い返します。トゥーレ。ドリブル。セルバー。このパスは止めて右サイド。ラーム。いけるのか。ラーム。シュート放つ。ネット。ゴールです。0-1。バビン・ファン・パルシー、この男が決めるとチームは乗ってきます。見せてくれました。前半28分、キックオフです。回していく。ファントン止めて、得意の右で上げてきた。右、ボールを出します。ヒロビランス監督、テクニカルエリアまで身を乗り出しています。ジョーディ、アザー、奪われ、フリー、このボールはカット、バックラインの裏。ヒロビランス監督、サイドのスペースをつくように選手たちに呼びかけます。抑え、アザー、ボールを入れます。得意の左でクロス。素晴らしいカバーリング。ここでホイッスルが吹かれました。今後半スタートです。アザー、シャフィー、ボールを運ぶ、カットに入りました。パスを送ります。これは鋭いパス。止めて、ロナウド、シュート、ゴール。1-1、クリスティアーナ・ロナウド。これで面白くなってきました。落ち着いて決めました。後半9分、さあキックオフです。ラウン、守りからうまく攻撃につなげていきたい。このボールを前へ送る、トラップ打ってきた、決まった、逆転ゴールです。2-1、CR7、クリスティアーナ・ロナウド、今日も2ゴール目を決めてきました。狙い通りの攻撃といったところでしょうか。後半20分、キックオフです。ロンカーディア、よく見ていました。ボールを受けて詰めます。ラーム、このボールをクロス、これは通りません。ディアゴ・シューバー、シャフィー、このボールを横に送り、ジョーディ、外に送って、さあラーム、奪い返しました。攻め込んでいく、ドリブリング、パスを出しました。アザー、ライン際、奪われます。追撃の手を緩めながらワントラップ、ロナウド、ロナウド、ダイレクト、ネットゴールです。3-1、クリスティアーナ・ロナウド、確実に決めてきます。素晴らしいゴールです。試合終了、3-1、オーシャンズカップ、グランデン、広村優のニューエイト。